はーい、キャプテン浩二です。こんにちは。皆様明けましておめでとうございます。今日はね、曇り空で、今にも降りそうな雰囲気の雲が出ております。昨日に引き続きましてね、今日も舌のね裏側がね痛いのでね、ちょっと変な喋り方になってますけれども、ご勘弁願います。今ねエンジンをかけております。またねバッテリーが上がりそうでしたので、少しエンジンをかけてねバッテリーに、チャージしてるところです。そしてね暖房は入れてないので、ただエンジンをかけてるだけですね。ああ寒い。ただいまの時刻は1時39分。すっかり1月1日、もう早くも お昼過ぎてます。そして今日はねこの、こたつユニットを準備しました。これね僕の2階の作業部屋で、パソコンデスクの下足元にね引いて今現在使ってるものになります。ただねほこりがねだいぶかかってるんで、今からエアーで吹き飛ばして、それから車の中にね入れてね温めて、ちょっと試してみようかって思ってます。ちょっと軽くねエアを吹いてね、入らない、ちょっと待ってくださいね。こんな感じで足元に置いてるんで、埃がね、だいぶかかってます。こんな感じでエアを軽く吹き飛ばしました。時々ねこうやってねエアを吹き飛ばしてないとね火災の原因になりますんでね。あ寒い。よし、あだだ、まだね口の中がね口の舌がね痛いのですが、あ、ちょっと今、はい、ちょっとね、今日はこんな感じでね入れてみようと思います。これもねそんなにね簡単にね、今電源はもう引っ張ってます。なのであとはつなげるだけですね。これをつなげたらもうあと電源入れる、電源入ってますね。そして今フル一応一応ね5時間でパワー全開にしようかな。パワー 80% ぐらいにしておきますね。こんな感じでねダイヤルでね操作すれば、これはいいですね。これパワーを上げれば上げ赤くなりますしね。
下げることもできます。無段階調整でね、これで調整できますので、弱から今 3ぐらいにしとこうかな。3、4、今日5、7、3から5の間、4にしときましょうかね。あんまり強くしすぎてもダメなんでね。はい、こんな感じでまたね、後で、やりますが、今車内はどんな感じかというと、外は寒いです。車内は寒いですね。今ね、車内温度がね、これ温度なんですけども、8度、6度、7度やね、見えるかな、7度ぐらいですね。これからだんだん上がってくると思います。車内は7度ぐらいで寒いです。で、今こたつヒーターをつけまして、これがどれぐらい暑くなるか、ちょっとね、時間かかりそうですね。でも、ポカポカしてきています。最近、昨日までね、冷たいものばかり飲んでたんで、お腹がちょっとおかしくなりましたね。体調がおかしくなりますね。なので今日はね、ココアですか、ココアのホットをね、お湯で割ってね、砂糖を入れて飲んでます。もう冷たいものはね、やっぱり口にしない方がいいかもしれません。これだけ寒いのでね。だけど熱いものもダメなんですよね。熱すぎるものも癌になりやすい。かといって冷たいもの、アイスとかね、氷とかね、食べるのも体冷やして癌になりやすいのでね。まあ65度以上のものを飲むと癌になりやすいということで、ちょっとね、冷ましてからね、この後またコーヒーのをブラックで飲もうと思います。温かいコーヒーをね、ちょっと冷まして飲もうと思いますね。はい、白湯が一番いいのかな。白湯、沸騰して生の水じゃなくてね、白湯でね、ちょっと温かいね、白湯を飲んで水分補給しようと思います。さあ、そうこう言ってる間に気温は今、あまり上がってないな。これはもうだいぶ前に買ったんで、あんまり正確ではないかもしれないけれども、今7度ぐらいですね。変わってないですね。でもね、体感的にはね、結構空気がね、こう手を振ってみたら分かりますけども、空気が暖かくなってるのが分かります。この状態でもう暖かいですね。体感的にはね、寒くないんだよね。だから今ダウンとか着てるんでね、空気がある程度暖かくなれば、車内寒くないですね。こう手をね、揺すってみれば分かるんですけども、冷たい空気ではないみたいですね。ちょっとね、これ、感度が良くないので、あまりよろしくないので、後からぐんぐん上がってくるのかもしれませんね。もうこの状態で暖かいです。暑くなればね、これで、ちょっと下げてもいいですね。今ね、タイマーもついてましてね、これ切れるようになってます。車中泊でね、切れた5時間で切れるようになってるんで、まあ
ちょっともうちょっとね、8時間ぐらいしてもらいたいですね。でも途中夜中起きてからまた付け直す、スイッチ入れ直したらまた5時間になりますんでね。今ちょっとね、3ぐらいにしてみましょう。3ぐらい、今日にしたらね、こんな感じです。レベルメーターが動きます。で、これを 50%。で、3ぐらいにしたら、30何%ぐらいかな。40% ぐらいかな。3にしたらね。ちょっと熱くなってきましたのでね、3にしておりますが、5にしますか。5にしたら温度計の針が上がってくるかもしれません。今ね、8度を指してます。徐々に上がっておりますね。今日にしたら10超えるかな。じわじわ上がってますんでね。今日にしたらね、この、あんまり今日にしないんです、僕はね。今日にしたらね、やっぱり寿命がね、縮まるような気がするし、暑すぎるんでね、かなりね。だから3ぐらいがちょうどいいと思います。40%。ね。で、このこたつのコントローラー、ヒーターはね、1000ワットとかね、にはならないんでね、最強で、にしてもね。最強にしても800ワットとかね、そんなところでしょう。で、50% 以下で使うんであれば、300ワットとかね、そういうので、できるので、車中泊で別の電源ね、予備電源を電源から引っ張るんであれば、300ワットやったら一晩使えるのではないかと思いますね。そういった意味においてもこのカタードヒーターはすごくいいかもしれません。あとね、まだね、3でもねちょっと暑いので調整できます。20% に落とすこともできますしね。これならね、ポカポカでね、かなり、過ごしやすいので、3以下で使うんであれば200ワットとかでねいけますので、結構ね省エネだと思いますね。これはもう発電機で使うよりも別電源ユニットを買っておいて、そこから引っ張ると100ボルトね、いいのではないでしょうか。それでね、ちょっとね音は静かなんですけども、真ん中にファンが回っておりまして、熱の循環をする小さなファンが回っております。やっぱりこたつユニットなんで、狭いところでね使うとやっぱ相当威力を発揮しますので、いいなと思います。さあ、そろそろね、今9度になってますね。ちょっと温度が上がってきました。はい、こんな感じで、まあちょっと暑いならね、空気循環という意味もあって、こんな感じで少しね窓を開けてね、外の冷たい空気入れてもいいですし、ただね、上の方からね空気が暑い空気が抜けるんで寒くなるかもしれませんので、その場合はまた閉めた方がいいの。一箇所だけ開けとってね、上から今ね暖かい空気がね、今窓を開けて窓の中外からね入ってきてます。冷たい空気がね入れ替わりでね、こんな感じで、まあ、少しだけね、酸素を取り込まないといけないんですね。はい。これは車中泊で省エネでね使えるのではないかと思います。それでは、まあ、特にねこんな感じですね。これが一番、電気ストーブも紹介しましたけども、これが一番コンパクトだね。
火災の原因にも、火災にもなりにくいですしね、いいなと思いました。またそうやね、車はエンジンかけながらこれ使うっちゅうのもありですけれどもね、まあよっぽど寒くないとね。今日結構寒いんで、ですが車内はもう結構ポカポカになってきました。今10度ですけどもね、ダウンの下はね薄着での半袖なんで、寒いかなと思ったけど寒くないですね。これで十分車内で、使えそうです。はい、そんな感じでまた外出ましょう。寒いの、寒いですけどね。はい、それではね、またね、今年もよろしくお願いいたします。それでは今日は動画をこれで一旦締めます。ご視聴ありがとうございました。そしてね、今年一年皆さん元気で、楽しく過ごしましょう。それでは失礼いたします。